長君。いや最後で、10番目の質問ですが、もう今まで、20年以上の議会の中で10名も質問するというのは初めてですね。まあ、多い時でもせいぜい8人ぐらいでした。まあ、その昔は16名の、定員でもありましたが、まあ、今回はね14名の中で10名も一般質問をすると、まあいろいろですね、新人の方々のまあフレッシュな質問もありましたんでね、一つ執行部の方々もよく聞き届けてですね、政策に反映していただきたいというふうに思います。まあ、最後ですが、もうだいぶ眠い時間にもなってまいりますが、しばらく我慢をしてですね、聞いていただきたいと思います。じゃあ3点の質問です。まず1点目はですね、航空運賃値上げは死活問題。まあ、この件に関してもね、すでにお二人の方が質問しているわけですが、航空運賃は昨年7月に値上がり、今回また値上がりとなります。昨年執行部と議会を挙げての値上げ反対の直訴も効果はありませんでした。私は昨年も述べましたが、ここでちょっとね文章の構成を変えますね。この丸印を後の方へ持ってきてですね、まあ、私は昨年も述べたが、航空路線の利用者が圧倒的に多い八丈島にとって航空運賃の値上げは観光への影響はもとより、都内の病院へ通う島民にとっても重大な影響を及ぼし、低廉な航空運賃を確保することはまさに生命線となっていることをここは認識しですね、その上でここに丸印を持ってきましてですね、全日空との定期協議の場を設け、相互理解と信頼関係を構築する。丸印で、離島振興法や離島活性化交付金の使い勝手を良くするための法や制度の改正、充実の実現等を継続して生き長く訴えていくべきと考えます。まあ、その上でですね、3つ具体的に質問いたしますが、昨年の値上げの理由は燃料コストの高騰が主要因でありましたが、今は原油コストも底値と言われています。むしろ値下げすべきと思いますが、今回の値上げの背景にある理由は何ですか。丸2、課長は運賃届けて時期前に適宜全日空を訪問し、情報収集や意見交換をしていきたい。地域公共交通確保維持改善事業について国に要望していくなどと答弁をしておりますが、その効果は、実行はあったと考えますか。まあ、そういうことがないから値上がりしたわけなんですが、丸三、したがってですね、執行部だけで取り組んでも運賃値下げは実現できないことは明らかであります。一方、我々議会も独自の努力をしなければ座して死を待つ結果になり、職責は果たせず、住民の批判は免れないでしょう。低廉な航空運賃の確保のために、議会の中に航路航空路観光問題特別委員会を設置して、危機感を持って議会と共同して取り組むように諮問をする考えはありませんか。まあ、諮問というとね、まあ、ちょっと堅苦しいわけですが、まあ、共同してね、航空路問題を執行部と議会と一体になって考えていこうよという、まあ、ふうに平たく考えても結構です。で、私はですね、20年間の議会生活の中で、特別委員会がね、3回ほど設置されましたね。入った当初はですね、空港、港湾、道路特別委員会っていうのがありました。これはまだ滑走路の延伸の
事業が半ばでありましたし、それから空港前の道路ですね、これらの問題もあったので、特別委員会を設けてですね、そういう議論がなされておりました。それからですね、病院建設のね、特別委員会というものを設置して、今の病院を建設にこぎつけたということがあったわけです。まあ、これは秀夫町長の時でした。それから3つ目はですね、三原小学校の敷地、建設地がなかなか決まらなくて、あれもですね、これ、道のり町長がその場所を選定するにあたって、議会の中に特別委員会を置いて検討してくれないかと、まあ、そういう呼びかけがありましてですね、特別委員会を作って、今の三原小学校ができたと、まあ、そういうふうにですね、まあ、議会の執行部の方だけでね、頑張ってもなかなかやれない場合にですね、まあ、議会の力を借りて特別委員会を設置してですね、その中で方向を出してですね、解決してきたという過去の経過があるわけですが、もともとですね、これは議会が主導的に設置するものでありますから、議長並びに議運委員長にですね、まあ、この場からもですね、こう呼びかけたいというふうに思っておりますが、まあ、それはそれとしてですね、町長の特別委員会を置くことについての町長の見解を伺いたいというふうに思います。2番目ですが、お年寄りに温かい介護サービス事業について、昨年6月に医療介護総合法が強行成立され、新年度政府予算では、社会保障予算の正義なき見直しによって、危機に直面させられているのが、介護と医療の分野であります。まあ、ここでですね、まあ、介護報酬大幅削減についての、その根本的な問題についてですね、暴露と告発を行いたいというふうに思います。で、厚生労働省はですね、今年の2月6日、介護保険制度で介護サービス提供事業者に支払う公費である介護報酬の4月からの改定を決定いたしました。特別養護老人ホームやデイサービスなどへの報酬を大幅に引き下げるなど、安心できる介護の充実を求める国民の声に逆行する内容であります。介護現場からは、利用者にも従事者にも事業者にも大きな損失をもたらすと厳しい批判の声が上がっています。介護保険の壊滅的危機の引き金になりかねない大幅な報酬削減は撤回すべきと考えます。介護報酬はですね、3年に一度改定され、今回は報酬全体で 2.27% 引き下げしました。2回連続の実質マイナス改定です。今回は介護労働者の処遇改善の特別な加算を含んでいるため、その上乗せ分を除けば 4.48% と文字通り過去最大の大規模の引き下げになります。特養への基本報酬は個室でマイナス 6% 弱と、平均下げ幅よりさらに削り込みました。相部屋はもっと大幅カットが大きいそうです。財務省が再三要求していた大幅削減方針に沿ったものです。すでに特養の3割が赤字という実態が調査報告で判明しているのに、今回のマイナス改定によって特養がさらに苦境に追い込まれることは明らかです。政府が引き下げの理由にする特養は収支が良好との根拠は崩れています。性格が異なる特養と一般企業の収支差を
単純に比較して特養が儲かりすぎとする政府の主張は、自民党の現在の議員からもですね、愚かな行為と亡国の論と痛烈に批判されています。例えば自民党の参議院のですね、末松信介議員という参議院はですね、こう言ってますよ。介護施設の収支再起、まあ、利益率がね、良好だから報酬削減にも耐えうると、これは首相とか塩崎厚労大臣は言うんだけれども、これについてですね、社会福祉法人は儲かりすぎだと、ペナルティーをかけるほど愚かな行為はない。閉鎖する法人が急増し、介護崩壊を招くと、こういうですね、ブログにね、書き込みをしている、こういう状況があるわけです。で、同じね、自民党からもそういうふうにこう批判されるようなね、大義も道理もない報酬削減は撤回して、国民負担増を続ける、避けるですね、工夫をしつつ増額に踏み込むべきであるというふうに考えております。で、介護報酬全体では 2.2% のマイナス、処遇改善加算などの上乗せを除けば、介護事業者に入る報酬はマイナス 4.48% です。消費税増税や物価高も考慮すれば、過去最大の引き下げ、賃上げしろと言ってもですね、手足を縛って海に泳げというような、そういう状態ではないかということであります。東京都の介護職員の有効求人倍率は 10.5 倍まで急増し、自主施設で一人の職員を奪い合う状態、それはそうですよ。こういう給料がね、不安定で安いところにね、介護の職員は行かないんですよ。今そういうような状況があってですね、例えば東京都では昨年の10月にですね、北区で老人ホームを建設する計画がね、中止になりました。これについてね、新聞で何と書いてあるかというと、介護報酬の引き下げをね、第一の理由に述べているんです。まあ、したがってですね、こういうような、法のですね、大改悪があるわけですね。で、そういう中で八丈島はどういうようなですね、介護のサービスがやっていけるんだろうかということであります。で、介護報酬 2.7% って書いてるんだけど、これ 2.27% 削減ですね、が介護の崩壊を招くと、関係者や介護団体から厳しい批判の声が上がっております。今紹介した通りであります。また要支援者の訪問介護デイサービスを介護保険給付から外し、市町村の地域支援事業に移行させる方針は、とても提供事業者の経営が成り立たないと全国的に大問題になっています。そういう中で、町も15年度から第6期計画が始まるわけですが、介護報酬 2.27% 削減による島の介護事業者の実態の声をどのように把握しているのか。まあ、先ほどですね、幸子議員の方からも同じ趣旨の質問がなされましたが、そんなにですね、課長主幹か、課長補佐の答弁でもですね、あまりその事業者は今のところ深刻に捉えていないというようなお話でした。まあ、それはまだね、4月実際にそういうふうに改正されて、そして実際に収入がいくらになったかと、それで
まあ、分かるという部分もありましょうから、そんなに深刻性はないと思いますが、しかしながら私が先ほど紹介したようなね、そういうやっぱり専門家はですね、そういうこう先を見てですね、大変な状況になっているという悲痛な声を聞くわけです。そしてそのことは、まあ、国会でもですね議論されているところです。で、具体的に質問いたしますが、介護報酬 2.27% 削減による島の介護事業者の実態の声をどのように把握しているのか。あ、これさっき言ったっけ。丸二、自治体の地域支援事業はを国は2010年度までに移行するとしていますが、東京では15年度に導入するのは9自治体と聞いています。島は時期や内容などどういう見通しを持っているでしょうか。丸三、低所得者に対する保険料やサービス料の軽減策を自主的に独自で行っている自治体がありますが、それらを把握して島でもですね、そういう、まあ、低所得者に対するですね、まあ、保険料の軽減あるいはサービス料の軽減など、そういうこともですね考えていってもらいたいというふうに思いますが、どうでしょうか。丸四、八丈町長寿ハンドブックの改訂版の作成はどういうふうになっているのでしょうか、お尋ねいたします。3番、中期住民生活と緊急支援のための交付金の施策導入にあたって、政府の2014年度補正予算の上期交付金について先の全共議運でも議論がありました。執行部は3月末の最終補正で提案し、プレミア付き商品券を商工会に委託する方向でやらせてほしいとの考えでした。私はメニューを出して議論すべきであると。そうすればですね、もっともっと本当に島のですね、活性化につながり生活支援につながる、そういう施策も出てくるんではないんだろうかということで、メニューを出して議論すべきと。他自治体のケースの紹介、これは自治の自がじっと直していただいて、紹介の紹介が糸編ですね、こういう字はありませんなど提案しましたが、課長補佐は一人歩きするからといって交付金の概要の1枚のペーパーを示しました。私は内閣府よりですねホームページでダウンロードしましたがですね、もう交付金のねメニューがね、もうなんとね、もう数十ページにわたってですね書いてあるんですね。だから本来ならこういうこともね、もうすでにもう1月中からですね他の自治体は検討をしてですね、そしてその流れに沿うような形でこう出しているわけです。で、若松ではね最終補正でこう出てくるということだから、全く我々議員のですね審議する場所すらなくてですね、執行部の方で一存でやってしまうということなんで、私はこういうようなことはですねやはりいかがかというふうに思っております。で、その内容が一人歩きするから、なんかこう秘密裏にっていうだとしたらね、これはおかしな話で、これはやっぱり議会にも知らせ、議員はそのことを住民にも知らせ、住民は住民でねこういうように使ってくれというようなねこう要望があってですね、そしてそれが施策として反映する、これが当たり前の姿だろうというふうに思うんだけれども、その前段をねやっぱり省略してとにかくあれですね、そのプログラムに載せて、日程的なプログラムに載せてさささっとやってしまおうというね、やっぱり安値なやり方というのは私は
改めてほしいなというふうに思っています。で、丸1、今回の地域住民生活等緊急支援のための交付金が従来の補正予算と違う特徴点は何ですか。これはですね、いつも1月になると国は補正予算組みますね。でその時ね、あれでこう出すわけなんだけれども、例えば昨年はね、頑張る地域交付金ということで、これ870億補正で増額されたんですね。おととしは地域の、元気臨時交付金ですか、これで1兆4000億もね、予算化されたんです。まあ、今回は地域住民生活等緊急支援のための交付金として4200億、計上されたということですね。で、この後の議論になるわけだけれども、まあ、そういうようなことでですね、過去2年のことを述べたんだけれども、まあ、今回がね、例年の補正予算とは明らかに違う、やっぱり内容になっているわけですよ。まあ、ここのところをですね、どのように認識しているのか。で、認識したらね、そういう内容で、そういう内容でこう使われなければね、これおかしな話なんですよ。従来通りのですね、安手なやり方でやられちゃったんでは、たまったもんじゃないと、住民も我々議会も思うわけです。で、丸に、政府方針では、町人仕事創生法の流れを注視し、地方創生の取り組み、女性管理職を置くと述べています。で、その前にですね、じゃあこの地方創生とはね、一体どういう内容のものか、まあ、我々さっき、お昼の時間にですね、石破大臣の話をね、聞かせてもらったんだけれども、今回のね、地方創生というのはね、これ、古い話じゃないんです。ポッと出てきたこれは法律なんですね。これ昨年の半ば頃じゃないかと思うんだけれども成立したのが。そしてですね、昨年7月にね、集団的自衛権の閣議決定のね、批判が非常に高まりましたね。で、その法制化は一斉地方選挙の終了後に先延ばししたんですね。だから今年のこの4月5月の一斉地方選挙の秋に後にですね、集団的自衛権のいろいろな法制化ですね、それが今まさに国会でも議論されているんだけれども、先延ばした上ですね、昨年8月に全国の地方幹部を集めて開いた自民党の会議でね、安倍総理は4月の統一選地方選挙に勝って初めて日本を取り戻す戦いが完結すると述べてんですね。で、石破幹事長、その時は幹事長だったんだけど、地方創生を統一テーマとして戦うというふうに述べているんです。で、この地方創生のね、やっぱり基本的な目標の柱はですね、行政サービスの集約化を進めて国から地方への財政支出削減を図ろうとするものなんです。アベノミクスの大企業が活動しやすい環境づくりのための規制緩和を進めるものが含まれております。したがって、まあ、我々共産党としてはですね、地方創生関連の予算に臨むにあたってはですね、批判と警戒を基本としながらも、同時にもともと地域の将来にとって必要とされてきた真に地方の再生に役立つ財源となり得るものについては
要求実現のチャンスと捉えてですね、創意ある我が八丈町のですね、住民の要求要望にのっとってですね、そして町の活性化をですね、こう迫っていくと、そういうふうなスタンスで私はこの問題を考えております。まあ、そういう立場に立ちますとね、施政方針に述べているわけですね。先ほど言いました、先ほど今回の目玉は何かといえば、そういう考え方のね、中心的な部分はここら辺りだろうというふうに私は思ってるんですよ。でそのために女性管理職も置くわけでしょ。で私はそういう立場に立つんであれば、なおさらのこと、地域住民生活等緊急支援のための交付金、これはですね、多世代の交流とか少子化対策のメニュー、これを含めるべきではないんだろうかというふうに思っています。で先ほどのりくんかが言ってましたように、その不妊の女性ですね、援助、こういうことだってね、こういうところにね、潜り込ませようと思えばね、僕は潜り込ませられるメニューだと思ってるんですよ。でそういう考え方はどうなのかと。そして地方創生特区という考え方があるんですね。これご存知、聞き及んでいるかどうかわからないんだけれども、例えば八丈島に現在ある農業研修施設ですか、担い手センター、これをですね、さらにこう拡充するとかね、これを拡充する、あるいはですね、その内容をね、全国的にね、やっぱり発信するべきだろうというふうに思ってるんですよ。やっぱ八丈の優れて、なんていうんですか、売りになるね、八丈の売りは何か、まあ、いくつもあるとは思うんだけれども、その一つはまさにね、観葉植物ですよ。観葉植物をね、こう生産して、そして売る、この技術ね、これはもう八丈が、あれでしょう、30年前40年前ダントツだったわけでしょう。やっぱりそういう歴史なりね、そういう、こう財産はね、今もってあるわけですよ。だからそういったものとこうリンクさせながら、やっぱり全国に発信していくようなね、そういうことを考えるとか、あるいは今取り組んでいるですね、ベトナムの日本語学校の支援、これもですね、ハンアジア人材センターの財団に任せるんだけではなくて、国の予算を使えばね、こういうこともできるんじゃないんでしょうかというね、そういう投げかけをしてですね、そして彼らが本当にベトナムの外国人学校が末吉へ来て開校できるように、そして20名がね、40名、50名に増えてですね、そしてまたさらにいろいろなその交流も深まっていくと、こういうことはですね、海外からの地方への直接投資の拡大と、こういうメニューもね、もうあれですよ、この事業ではね、もう奥の院ではね、考えていることなんですよ。で要するに、本当にやる気のある自治体、そのやる気のある自治体だけがついてこいっていうようなもんだね、言えばね、今国やってるのはね。だからそこらあたりの情報もキャッチして、八丈町もですね、そういう事業に取り組まなきゃダメですよ、私は何もこの地域創生を全面的に支持する支援する立場じゃないんですよ、立場ではないが、しかしこういうふうにやっていけば八丈町の活性化にもつながるんではないかと、そのためにね、発言する、提案する、これはね、あっていうことだから、このようにして、おっしゃっているんです、言ってるんです。
それでですね、重要なことは、どこでもやるような横並びのおざなりな内容ではなくて、八丈町独自の、それこそ書いてあるようにね、地域特性や可能性を生かした、そういう内容を期待したいというふうに思っているんですが、そういうふうな内容になっているのかどうなのか、お尋ねいたします。これ何時まで？以上です。企画財政課長、それでは私からは1点目の航空運賃値上げは死活問題というご質問にお答えしたいと思います。まず1点目でございますけれども、今回の値上げの理由は何かということですけれども、この3月末から往復割引運賃が片道で300円値上げとなります。その理由は何かというご質問ですけれども、昨年10月から全国的に大幅な運賃改定を行ったところでありますけれども、羽田八丈路線の往復割引率は他の離島路線に比較して突出している、生活路線ということも考慮した上で若干の値上げをさせていただいたというのが航空会社からの回答でございました。2点目、航空会社国への要望についてはということでございますけれども、先に、国への要望でございますけれども、昨年の6月、町長は、国土審議会の離島振興対策分科会に出席しております。その中で離島航空路へのさらなる運航支援、また、運賃の低廉化を強く要望してございます。次に航空会社との意見交換につきましては、運賃届け出後の1月下旬になってしまいましたが、町長、議長、常任委員長で航空会社を訪問してございます。その後、航空会社の方から申し出がございまして、今年の2月下旬、この役場におきまして事務レベルでの意見交換を行ってございます。具体的な提案までは出ておりませんけれども、内容といたしましては、町の観光振興の取り組み、外国人観光客の受け入れ、航空会社との連携、定期的な意見交換の場などについて意見交換をさせていただきました。やはり航空運賃の値下げも重要ではございますけれども、利用率が現在 50% を割るような危機的な状況であることを踏まえまして、町と航空会社が連携協力していくこと、一緒になって何ができるかを今後検討していきたいと考えてございます。3点目、この航空路観光の問題に関しましては、菊池睦夫議員と同じく重要な課題と認識でございます。諮問という形ではなくとも、常任委員会をはじめ、議会の皆様と一緒になって取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。以上で回答とさせていただきます。福祉健康課課長補佐。7番、菊池睦夫議員の、2つ目の質問にお答えいたします。まず1点目、介護報酬 2.27% 削減による島の介護事業者の実態の声をどのように把握しているかについてです。介護報酬の削減については厚生労働省のホームページで、介護報酬改定案がすで、に示されており、各事業所からも介護報酬が減ることで厳しくなると伺っているところです。しかし事業をですね、現在のところ縮小するなどの声は聞いてございません。今回の削減は国が実施したこともあり、町に対して不満の声や要求などは否定はおりませんが、
介護報酬削減後、各事業所のサービス体制などに変化がないか、状況把握には努めてまいります。2点目、地域支援事業の移行時期や内容等、どういう見通しを持っているかについてですが、町は平成29年4月より、地域支援事業を実施する予定でございます。介護予防サービスのうち、訪問介護と通所介護の地域支援事業移行により、国は地域住民や NPO などを活用した多種多様なサービス提供を保健所に求めておりますが、限られた資源の中で、まずは高齢者のニーズで実現可能なサービスについて、平成27年度より検討会を立ち上げ、議論してまいります。また同時に、地域支援事業を担う人材の確保も必要であり、関係機関とともに課題解決に向け取り組んでまいります。3点目、低所得者に対する保険料やサービス料軽減の導入の検討についてですが、第6計画において、介護サービス利用者数、給付費の増加が見込まれ、保険料も上げなければならない状況であり、第1号被保険者の方へ負担をお願いしなければなりませんが、平成27年度より低所得者層、低所得者層の第1段階の方には、軽減強化を実施することで、負担軽減を図りたいと考えております。国の特別採択事業におけるサービスを利用した際の1割負担の一部軽減につきましては、実施をした際、各事業所にも一部負担をしてもらうことになります。介護報酬が削減されることもあり、事業所からも一部負担は厳しいとの意見も聞いてございますので、実施しない方向で考えております。4点目、八丈町長寿ハンドブックの改訂版の作成についてですが、ハンドブックの初版を作成しましたのが、平成22年度版になりますので、内容なども確かに変更してございます。関係機関にも協力をいただきまして、平成27年度中にハンドブックの内容について見直しを行い、改訂版は広報八丈の読み込みで配布いたします。以上で回答させていただきます。企画財政課課長補佐。会長。それでは、7番菊池睦夫議員の質問の3つ目についてお答えいたします。まず、1番目の26年度国の補正予算で創設された地域活性化、住民生活等緊急支援交付金につきましては、事業の実施を地域の実情に合わせた各地方公共団体の判断に広く委ねることになっているとともに、事業成果の計測、または目標数値の設定と効果検証など、事業・施策の実施責任を求めていることが大きな特徴となっております。2つ目ですが、地方創生への取り組みにつきましては、地方版総合戦略を27年度中に策定いたしまして、それに向かって事業を進めたいと考えております。地域活性化、住民生活等緊急支援交付金で行う26年度の補正予算に挙げるものがすべてではありません。今回の交付金は先行型という名前の通り、総合戦略策定の前に先行して行うもので、事業計画の期間も短いこともあり、27年度に予定していた事業の中から前倒しという形で事業を挙げさせていただきます。本交付金につきましては28年度から本格実施と言われておりますので、27年度につきましては議員の皆様だけでなく、多くの方のご意見等をお聞きしながら、総合戦略を固める年にするということで、ご理解をお願いいたします。以上です。
7番。何分まで？40分まで。40分。それじゃあ、かいつまんでですね、再答弁を求める部分だけをやりましょう。第一点で、私はですね、課長ね、やっぱりこの危機感を持ってですよ、理解も共に共有し合いながらやるために、特別委員会を開いたらどうかと言ってるんですよ。それに対してあなたは常任委員会でも議論できるからっていうようなことを言っているんだけれども、私は常任委員会ではできないんじゃないかと、できるんだったら今までやってるはずじゃないですか。それで、過去あった3つの特別委員会の話も、してですね、特別委員会を開くべきだというふうに言っているんだけれども、あなたの捉え方は非常にそういった点でね、浅い狭いね、捉え方がね。町長どう思いますか。それから2点目ですが、丸三でね、介護の問題で質問いたしました。その低所得者に対する保険料やサービスの自主軽減のことを私は言ってる。それは今回ね、1段階から15段階に区分けして、その1、2、3まで基準層以下のところは値上げをね、軽減を強化してるっていうふうに言ってるんだけれども、私はそのことを聞いてるんではなくて、その保険料、サービス利用料そのものを軽減することを把握してね、やる必要があるんじゃないかと、私そのことを言っているんですよ。意味が分かりませんか。分かりました。じゃあ答えてください。あ、そうです。はい、分かりました。僕も性格を期してね、調べようと思ったんだけど、まあいいだろうと思ったりして。さすがだ。じゃあそのように訂正のほどお願いいたします。それから最後ですが、最後ね、最後やっぱりね、私と言うことと噛み合った答弁になってないね。まあ、いや、じゃあ具体的にまた予算の中でじっくり議論しましょう、このことに関しては。だけど今いろいろ私言ったんだけど、背景とかね、その地方創生法というものが、いかなるものであるかとか、だからあんまりこれにね、期待をするのもね、そんなにあれですよ、アブハチ取らずになるってこと見えてるんだよ。だいたい予算そのものあって4200億円しかないのにさ、これでね、地方でやれやれって言ったところでね、そうできるものではない、できるものではないから、結局その中から這い上がってくるね、やる気のある自治体だけはこう手厚くいろいろな交付金がありますよというふうにしてね、もうだいたい切り捨てなんですよ。だから八丈町がね、その切り捨てになるのをね、黙って見ていられないじゃないですか。だから言うわけですよ。まあ、だからこれについても町長が総括的に、感想があれば述べていただきたい。お願いします。ちょっとちょっと、じゃあ町長、はい、それではただいまの、7番議員ですけれども、やっぱり特別委員会というのは、以前、道のり町長がという言い方をされましたけれども、それは議会自ら、特別委員会は設置したという議会主導の部分がございますので、その辺は、考え方はですね、危機意識を持ってですね、全住民議会と共同してという部分では
私も一致する部分ですので、その辺はお含み置きをいただきたいと思います。あと一つですね、地方創生の部分で、無通議員も言っているようにやっぱり、他の地域とですね同じものっていうのは、まあ同じようなものが出てくるかもしれませんけれども、そういう部分で、今度の施政方針書いたのは27年度の早めにですね、そういう部分のアイデアを出していきたいと、子育ての部分もそうです。そういう部分で、武藤議員は期待してないと言ってますけれども、私は大いに期待しておりますので、28年度の事業化に向けて、職員一丸となって、アイデアを考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。福祉健康課課長補佐、簡単に、はい、7番菊池武藤議員の再質問にお答えいたします。保険料の軽減の部分なんですが、今年度、平成27年度は第一段階という方でですね、生活保護の方、また年金も、少なくもらっている方がですね、1000名ぐらいいらっしゃるということで、その方に関しましては、軽減措置を実施します。また、2年後の平成29年には、この軽減に関しましては、国の方でも、示してます通り、今度はですね第2段階、第3段階と、まあ、相対的に、低所得者の方と言われている層の、軽減をです、実施していきたいというふうに町も考えておりますので、よろしくお願いいたします。またもう1点の、町独自の、軽減策につきましては、利用者のまずは実態を把握していきたいというふうに考えてございます。また他の東京都の自治体なんかもですね、独自に軽減策をやっているというのも私もインターネット等でですね見て確認はしてございますけれども、まあ、それぞれ自治体の高齢者の人口割合とか、まあ、そういうふうな異なっているところでもございます。まあ、今回のですね、ご質問を受けまして、まずは今後も利用者の方の実態を把握するともに、また他の自治体の動向等もですね、まあ、注視しつつ、東京都さんにもですね、いろいろと情報を聞きながら検討していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。